なんか可愛い店、クレイジーブリトー、めっちゃ可愛いじゃないですか。ブリトーってあれですよね、メキシコの食べ物ですよね確か。いやー、アメリカでよく食べたんですけどね。いただきましょうか。こんにちは、やってます？やってますよ。あ、はい。自転車ってどこに置いてるんですかね。自転車もそちらです。ここで、あ、いいですか、はい、置きっぱなしで大丈夫です。こんな感じで。わかりました。何屋さんですか。ブリトー屋さんです。ブリトー、はい。ブリトーとは、ブリトーとは、トルティーヤ、野菜とお肉をトルティーヤで巻いた。トルティーヤとは、トルティーヤだーよしチャンネル。わー、なんかおしゃれなお店ですね。サルサソースですかね、並んでんの。サルサルサソースです。なんか一応辛い順に並んでる。あ、これ知ってるこれ売ってました、ドンキで。めっちゃ辛いですよ。昨日これでね、僕カップラーメンにこれ入れて食べたんです。あ、そうなんですか。はい、とてもマシストでした。実は一回来てるよここ。あ、そうなんですか。うん、何食べられたの忘れた辛いのは得意ですか。辛いのは得意。得意ですか。でもまあ勝手につけろって感じでしょこれ。まあそうなんですけど、あとは勝手にやれっていう。じゃあお楽しみで。やめ、それ怖い、それ怖いあ、デフォルトで辛いんや。そうですね、それプラスもっと辛いのが好きだから。普通にして普通で。普通って何、どういうこと。これ、ブリトーの種類があるじゃないですか、いろいろ。何ブリトーが美味しいんですか。グリルステーキが一番メジャーですね。とりあえずそれ食べてもらってグリルチキン&ステーキ。そうですね、グリルチキン&ステーキ。まあ、女性はアボカド&シュリンプです。まあ、いいですけど。アボカド&シュリンプ、言い方がね、かっこいい。 And shrimp shrimp and them グリル&ステーキで。グリステ、はい、グリステ略しすぎ何でも略す、最近の子。大きさどうしますか。大きさ、男性なんでびっくり。いや、僕さっきね、ちょっと食べ歩きでまあまあちょっと膨れちゃってて。全然半分に切って半分持って帰ってもいいんで。スモール、レギュラー、ビッグサイズ。自分と照らし合わせたわけですね。そうです。自分のどれと。体ですね。体とはどの部位。体重とかいいんですか。部位ではないですね、その、大きさ、そもそもの大きさなんですね。じゃあレギュラーでしょう。レギュラーで、レギュラー、はい、レギュラーですか。メスウレゾえメスいけるでしょ。無理でしょ。レギュラー、レギュラーのビッグで。レギュラーのビッグもう何でもいいぞこれがブリトーの具ですか。これがお肉、チキンとステーキですね。うん、でこれがあれか、包んでるやつか。トルティーヤ、トルティーヤ、トルティーヤ、たっぷりチーズ乗せて。はい、慣れてますねやってました。やってました。何これ。ビッグソース。あこんな感じで作るんですね、フリトーって。うん、餃子みたいなもんですね。そうですね、うん、本当に絶対違う絶対違うと思う。フリトー来ました。これがチキン&ステーキでやってますか。はい、チキン&ステーキブリトーの、サイズはビッグです。ビッグサイズ来ました。
いや、いただきますけれども、サルサソースがすごくいっぱい種類あるんですよ。何をつけたらいいんですか？どれをつけたらいいんですか？この2つ。この2つが人気。結構人気。うん。あとは、まあ、辛いのが好きでしたら、この辺はもうすごい辛い人にはおすすめ。これね。そうです。もうめちゃくちゃ辛いんですけど。これ僕ん家あります。じゃあ早速ブリトいただきましょう。どうぞ。なんか半分に割っていただいてね。こんな感じ中身。チキン&ステーキでございます。さあ、まずは何もつけずに食べてみよう。え、これかぶりつくんすか？かぶりつきます。こんな口大きくないっすよ。もうどんどんかじってもらって。へぇ、ガブッと？ガブッと？ガブッといくの？いただきます。うん、バリトよー。うまい。うん、これは具がね、多い、多彩。これ何入ってんすか？トマトと、トマト、うん、レタスと、何作ってるんですか？ステーキと、チキンと、アボカド、アボカドのチキンソース。へぇ、こんなんで家でも作れそうっすか？物があったら作れそう。物があったらね。なんか入手困難なものとかあるんですか？こう具材で。ソースは作るの難しいっす。へぇ、レシピ教えてくださいよ。俺も知らへん。あ、極秘なんや。極秘っすよ。俺も知らないって言っても店員さんですよね。店員さんです。大丈夫？作ってるんですか、ちゃんと？これスパイシー。じゃあでもこれはね、僕いつも家で食べてるものなんで、いつも家で使ってるものなんで、やっぱりここでしか味わえないものをつけていきましょう。これなんかわからんけど、はい、これつけていきます。これ辛いですか？これ辛くないです。辛くないんか、やめとこう。じゃあやめとこう。じゃあ、じゃあいつもこっちで。うん、おいしい。デスソースがね、すごいマッチしてます。これでもビッグってこれ多いっすね。めっちゃ多いです。食べきれないっすよ。食べきれないです。いけます、いけます。無理です。僕食べれる。僕食べれる。いや、半分こする。持って帰れるかな、自転車で。いける？ラップ巻くんで。あ、そうなんすか。気持ちするんすか？一応2日ぐらい持つんですけど、今日中に食べた方が一番。うーん、2日持つんやこれ。冷蔵庫入れてた。結構意外と持つな。なんかアボカドが入ってるから、うん、まあ持ってあんまり2日ぐらい。なるほど。
じゃあ1個包んでもらおう。うん、包んでください。今、はい、はい、はい、お兄さんデストソース好きっすか？これデストソースあんまかけへん。めちゃくちゃ合いますよ。そうなんですか？うん、スタッフの人多いっすね。多いっすね、スタッフ。こういう店舗あるんですよ。どこにあるんですか？ロックアイランドの方に、ロックアイランドの方に店舗あって。行ったり来たり？そうですね。もうデスソースなくなりました。ちょっと使いすぎましたかね。あ、どうす、はい、もうタバスコでいこう。普通にうん、あ、今上がってます。おいしかった。ごちそうさまでした。ありがとうございました。チャンネル登録よろしゅう頼んます。